駅をご通行中の皆様、こんにちは。私たちは日本改革党というものです。よろしくお願いします。私、日本改革党で世田谷支部長を務めております瀬川誠と申します。今日は日本改革党福沢良二党首の応援をしに来ました。この福沢良二党首は何が素晴らしいかというと、 YouTube でチャンネル登録者数10万以上の実力を持つ YouTuber であり、つい先日まで豊島区議会議員を務めておりました。その功績もあり、参議院選挙で立候補する予定です。東京選挙区で出馬予定なので、東京都民の方は投票できますが、東京都民でない方は残念ながら今回は投票できないんですけど、もしよろしければ、この演説を聞いている方で、またはこの動画を見ている方で東京都民のお知り合いがいらっしゃいましたら、福沢良二っていう人をとてもいい人だよと一声おかけいただけると幸いでございます。そして、福沢良二党首の政策ですね、外国人生活保護を廃止します。留学生の超優遇廃止します。外国人実習制度も廃止します。憲法9条も廃止します。スパイ防止法を作ります。捏造報道に罰則を設けます。 NHK スクランブル化を要請します。消費税を減税あるいは廃止にします。アニメや漫画、ゲーム、そういった世界に誇る日本の文化の表現規制に反対いたします。この5つもの政策を福沢良二党首が毎日訴えているんですけれども、福沢良二ってどんな人かなと疑問に思われた方、お手持ちのスマートフォンで福沢良二と検索してください。ツイッターで毎日つぶやいております。 YouTube で毎日動画を配信しております。それで気に入っていただけましたらツイッターでフォローしてください。 YouTube ではチャンネル登録をお願いします。そろそろネタが尽きてきましたので、福沢良二党首ご本人にマイクを渡したいと思います。ありがとうございました。今回改革党、参議院選挙出馬、福沢良二の応援演説をさせていただく浦安支部の佐川信之と申します。ありがとうございます。まず今ウクライナ侵攻で少し注目を集めている憲法改正について話したいと思います。
ね、日本国はですね、長い歴史を持っているわけですけれども、皆さん知ってのように、日本の今の憲法というのは戦争に負けて占領軍が GHQ がわずか10日ぐらいで憲法の専門家でもない人たちが10日ぐらいで作ったものだということです。そんなものはですね、75年もですね守り続けている、じゃあよく言われている憲法9条だけではありません。根本的なものはたくさんあります。憲法というのは世界中どこでもその国の歴史に根ざして作るものであるということ、これは一般的なことでありますけれども、私たちのその押し付けられた憲法、これ押し付けられたというのは国際法違反なんです。いくら戦争に負けたからといってその国の憲法を自分たちが考えたものに押し付けるなんていうことは、これは国際法違反なわけです。その国際法違反なものを日本は守り続けているわけですけども、じゃあ一体何が根本的に問題であるのか、全文を見ればですね、この国の主権は国民に損するとあります。全文の第一項、じゃあこの国民の日本の国民とは実際どういうものかというと、日本の歴史を大事に守り、そしてその日本の歴史に根ざしたところの伝統や文化を大事にして、そういうことを守り続けていく、それが日本の国民であると考えるわけでございますけれども、少なくともそういう歴史を学ぼうとしているもの、これが日本国民なんです。そして全文の第2項には、平和を愛する諸国民の公正と審議に根ざして我々の安全と生存を有するというようなのが第2項にあります。じゃあここで言う平和に愛する諸国民というのは何なのか、もちろんアメリカに負けたわけですから、アメリカしかり、そして隣には中国、ロシア、北朝鮮があるわけですから、言い換えればこのアメリカ、ロシア、中国、北朝鮮の公正と審議に従えば我々の生存、我々の安全と生存は保持されるという、こういうのが第2項に来てるんです。冗談じゃないって言うんですよ。そして第3項にはここのこの憲法で書かれている政治的な法則は普遍のものであると書かれています。じゃあその普遍だというこの憲法には何、どういう道徳が書かれているか、例えば憲法9条のすぐ下の憲法11条には人権について書かれています。憲法12条には自由について書かれています。憲法13条には人間の尊厳について書かれています。もちろん私たちの人権もそして自由も尊厳も大事ですけれども、じゃあその自由はどういう国民のどういう自由なのか、これはそれぞれ国によって違うはずです。例えばイラクのようにお坊さんが政治をやっている国もあれば、中国やロシアのように独裁国家も存在するわけです。そういう国の自由や尊厳というものと2000年以上の歴史を有する精神性の高い我が日本との考え方は全く違うわけですから、人権も自由も違うわけです。そのことを憲法99条まで全く一行なりとも触れていない、これが大体の問題なんです。そして憲法9条には皆さん知ってるように日本を貶める、日本が二度と立ち上がらないようにするペナルティ的な憲法
これは非常に悪化です。
自動車が普及し始めまして、そうすると道路を整備しなきゃいけないよということになります。拡張したりですね、舗装をしたり、あるいは新規に道路を作ったり、そうするとまあこれお金がかかるわけですね。でこのお金をじゃあ道路を使う人たち、すなわち自動車を乗る人たち、まあ、自動車はガソリンで動きますので、じゃあガソリンにその税金をかけてそういう道路を作る負担をしてもらおう、そして始まったのがガソリン税です。それがですね、高度経済成長期、まあとても日本の経済が、そうすると当然自動車の保有台数も増えて、たくさん車が走るようになります。これは今までの税金では間に合わんということで、とりあえず、まあ、暫定的に上乗せるっていうのをつけて、それを道路のための財源にしましょう。こうなりました。それが先ほど言いました暫定税率と言われるものです。まあ、これで両方が50円以上今あるんですけれども、でここまではですね、まあ良かったんですよ。何が良かったかというと、国土交通、今の、国土交通省ですねが、その税金を全て、管轄しておりました。ところが道路国会という国会がありまして、この時に、まあ道路は作りすぎだよ、それから国交省は金余計に使いすぎだよ、こういう世論が巻き起こりまして、これをですね、一般財源管理か財務省の管轄下に入れちゃったんですね。でさらにそこへ追い打ちで東日本大震災というのが起こります。この大震災が起こる前までは、先ほどの暫定税率は、まあ、ガソリンが170円以上になっちゃったらとりあえずやめますよっていう法律があったんです。ところがこの東日本大震災を機にですね、復興のためにお金が必要だという名目で、実はこの暫定税率を凍結させられちゃいました。まあ、トリガー条項というふうに言われているものなんですけれども、そのためにですね、実は我々は本来ならもう170円以上ずいぶん長いこと経ってますので、本来なら払わなくていい税金、これが25円か28円ぐらい、そのぐらい余計に払わされています。まあ、東京都内ですとですね、まあ、そんなに車乗らないので、まああんまり身に染みて感じることはないんですが、これが地方に行くと、まあ、途端に家計を苦しめます。ある試算では、東京都中野区に住む方と千葉県の田舎町に住む方とで10代以上のガソリン税の負担の、が違うそうです。でこれをずっと進めてきたのが財務省なんですよ。あの人たちは税金は取るけど絶対に減税しないんですね。国民は今ガソリンが高くて困ってます。まあ東京、まあ、この辺とかですと割と車の使用の回数、あるいは保有台数も増えるのかというふうに思いますが、まあ、ほとんどの財務官僚は東京都内に住んでおりますので、そんなの関係ないんですね。ですから彼らにとってガソリン税がいくら上がろうと知ったことはないわけですよ。でこういうことをやって、さらに先ほど言いました二重課税、これねガソリン価格が上がってるんで、このね二重課税分の税金も上がっちゃってるんですよ。これ要するにより多く財務省は税金を持っていくことができる状態になっちゃったんです。これどう思いますか、このおかしいと思いませんか。あまりにも我々からの搾取の度合いがひどいんですよ。でこれを進めてきたのが、まあ、今の孫政党による政権、あるいは今の国会議員たちです。これはですね、もういい加減怒りましょう。私はもうすでに怒っていますが、こういう情報を集めれば集めるほど、そういった最近の自民党、まあ30何円元売りにとか言ってますけど、元売りにお金払ったんでガソリンが安くなる保証は一つもありません。元売りが儲かっても
それが小売業者まで降りてくることがどのくらいあるのか、まあ、それでもだいぶ抑えられていると思いますが、もしあれがなかったら200円超えてたかもしれない。そう思うとちょっとおっかないんですけれども、でもまあそれよりも持ってる預金に取ってる税金なくせよって話なんですよ。でこれを訴えているのは我が日本改革党です。まず消費税二重課税、とりあえずガソリンの方はやめろと。ガソリン税金通ってんだから。そうじゃなければとりあえず暫定税率の分だけでもやめろと。それだけで30円ぐらい安くなります。今170円としても140円なんですよ本当は。それで消費税なくなったら130円ぐらいになるんですね。この方がいいに決まってるじゃないですか。なんでそれをやらないんだよ。これが財務省に牛耳られた政治家たちはできない。さあそこで日本改革党です。私たちのバックには 何もないって言われることでもないんですが、そういう結婚の団体ですとか、応援するなんか宗教とかそういったものを持っておりません。もうはっきり言います。須田党首が1からいや0からですかね、始めた政党です。そこに須田党首の心意気、信念、情熱、そういったものに集められてきたメンバーが今335が集まっております。これから大きくなることを、まあ、間違いないと私は確信しておりますが、そんなですね須田党首が今回の参院選東京選挙区で立候補いたしました。なんとかですね、こういう信念のある政党の党首を国会に挙げていただいて、そして今の政治家たちの悪悪な政策、それから財務省の、まあ、ケチな財務省ですが、税金を深める、そういう政策をですね、ぜひ暴露していただいて、皆さん、国民の皆さん、知っていただいて、国民の怒り、国民の声、声っていうとまたちょっとなんか他の政党も使ってそうなんで、今怒りですね、国民の怒りをそのまま政治家にぶつけられる、そういった、私にしていただければというふうに私は思っております。さあ、こんなところで、暑い中でございますので、党首の声もお聞きいただきたいというふうに思います。今から党首の演説が始まります。どうぞ皆さんお聞きください。斉藤俊彦でした。